はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、レベル12をこのパーティーでクリアすることができたんで、ちょっとまあ紹介していこう。で、レベル12はこれ、濃紺と超重力と3体化編成なんだけど、まあ、これ、まあ、このパーティーがすごい、まあなかなか、まあ、耐久しつつって感じやけど、まあ、すごいいい感じに、まあ、攻略できたんで、ちょっとやっていこう。で、バッチが HP でしてる。正直 HP にしてるんだけど、これまあちょっと操作時間がさ、これ7秒しかないから、カイドウも持ってないんだよね。持ってないですよね。持ってないので、まあ、これ7秒でパズル組むきついわっていう方は、まあ、正直イベンチョで OK な気がする。イベンチョとかパスパスで OK な気がするわ。で、カイドウ、まあ、カイドウでまあクリアできました。で、まあ、カイドウと言ったら本当にこれ耐久値が鬼なんで、まあ、本当に、まあ、耐久とゴリゴリしていこうって感じかな。で、カイドウに4色つけました。正直4色である必要があんまないかな。やっぱ6個、5個持ってるし、もういいかなっていう感じはするけど、まあ、まあ、保険という意味で、保険って意味で、まあ、4色つけてるかなと思ってる。で、無効貫通潜在で遅延はいらんかな。あんまりまあ、遅延振らなくてもいいと思ってる。で、まあ、これはさ、ナポレオン、ホーミーズ。ホーミーズは、まあ、4色武器で OK かな。代用としては4色武器で OK な気がする。で、ヘスティア。この、なんていうんだ、この、西洋神。西洋神第2弾の、この子たちが大活躍するんで、すごいいいですね。で、スキブ6個。まあ、超覚醒スキブにして、スキルブーストプラスプラス振りましょう。で、回復強化プラス、まあ、なくていいかな。まあ、なくてもいいけど、まあ、あった方が、ま、回復力安定するかなと思ってる。で、この武器ね、距離。距離はスキブと、軽減ですね。まあ、これ、まあ、代用は、まあ、結構持続する。まあ、8ターン、7ターン。持続するダメージ軽減プラス、まあ、スキブで OK な気がする。まあ、最悪スキブなくても、まあ、なんか7ターン、8ターン軽減する武器で OK な気がするわ。ですね。でも、キュウリ持ってなければ、そうね、まあ、なんて言うんだろう。まあ、全然この7、8ターン軽減で OK な気がする。ですね。で、ヘスティア？ティティスか。ティティスはスキブ6個、超覚醒スキブにしてスキルブーストプラスプラス。でも、特にまあ、これ120とかにしなくてもいい気がするな。110で OK な気がする。で、HP 強化プラス振ってるけど、まあ、これもあんまりいらんかな。で、この、これ何？アレキサンディング。アレキサンディングの見聞録。まあ、これはね、まあ、スキブかつ2ターン続くダメージ吸収、属性吸収か。で、持ってきてますね。まあ、正直ね、このパーティーの総合計のスキブが20なんで、20あればいいかな。まあ、19でも18とかでもいいんだけど、まあ、初手やっぱ変身させたいから、カイドウ。20あった方が安定かな。で、テティウス、スキブかつ属性吸収。まあ、これ2ターン属性吸収。2ターン以上続く方がいいかな。スキブと、まあ、属性吸収2ターン続くぐらいで OK な気がする。代用。ですね。で、今回はレベル12これでクリアすることができたんで、後付けでやっていこう。よし、こっから後付けでやっていこう。で、まず1回。1回は、カイドウ初手溜まって、まあ、初手溜まってる人は、まあ、カイドウ変身していこうって感じかな。まあ、溜まってない人は、まあこれ耐久かな。まあ普通に1コンボ、まあ回復して回復とかしてしつつ、なんか耐久して2ターン1ターン貯めるって感じがいいかな。でカイドウ変身して、でリダフレカイドウ変身して、でここで距離打ってるかな。まあ、指現象食らってるんで、さすがに距離打ってこうって感じで、ここさ、このめちゃくちゃ欠損するめちゃくちゃ欠損すんだ。なんかこの右にいるさ、この光とかなんとか輪系かな、なんとか輪系がめちゃくちゃ欠損させてくるんで、マジできついこれがまあちょっと、まあ、運かな。ここら辺をちょっと若干運な気がするけど、まあ、輪の出現とかもうちょっと含めて若干運ゲーが入っちゃうのかなと思ってる。まあ落ち込んにも頼っていこうって感じ。でもとにかくまあ極論言っちゃえば、この軽減が効いてる間に突破するっていうのはもう理想ですね。まあ、本当にそこだけ目指してくれればいいと思ってる。で、まあ、これで、ちょっと削っていこうか。どんどん削っていこう。で、まあ、とにかく、早めにリンを倒しておく。早めにリンちゃんたちを倒していくんがいいのかなと思ってる。で、パズルは、ちょっとこれ指現象じゃなくて、指がさ、少なすぎるね、本当に。このパーティー、指が7秒だったから、冒頭でも言ったんだけど、7秒だったんで、相当きついと思ってる。まあ、パズル苦手な方はすごいきついと思ってるんで、
まあ、正直ここは、まあ、指延長パスパスパパスパスパッチとか指延長とかつけてもいいなと思ってる。指延長パッチで、ここはなパズルしてる、パズルをいっぱいしてるパズルいっぱいしてるって小波かやな。でパズルいっぱいして、でここはツーパンかな、カイドウ使わずにツーパンですね。ツーパンしていこうって感じかな。うん、ズンバッターで何語で、まあこれでカイドウ打って、でまあこれツーパン、まあツーパンですね。でちょっとコツがあって、この削るのにコツがあって、あの半分ぐらい削って、まあ6割 5割ぐらい削った後にカイドウかな。まあ正直あまりカイドウ打たんでもまあ突破できるうちに出てくるかもしれないけど、まあ安定を求めるならカイドウ打つ方がいいかなと思ってる。ちょっと削ってカイドウかなっていう感じで、ここは劉備ネギですね。ネギはこれカイドウ打ってワンパンですね。もうめちゃくちゃ柔らかい、柔らかすぎる。でここちょっと回復力で減少、回復力減少きついんで、ヘスティアの回復力アップでスキルでまあ解いていこうって感じで、であとこれもう本当にもうパズルしてるだけ、パズルをしてるだけかなですね。これでまあ倒せる。とにかく水と闇、水と闇の4色、まあ、組めば80億出せるんで、カイドウが、まあ、そこでやっていこうって感じで、シェリアスはこれ2択ですか、申し訳ない、検証できたね。そこら辺シェリアスルーツかシェリアスか、まあ、分かんないけどシェリアスが出てきます。でシェリアスはそうね、これ、まあ、属性吸収してるから、属性吸収してるんで、まあ、今これたまたま非吸収だったから6色組んだら無効貫通発動して全然これ削れちゃったんだけど、うん、まあ、正直ワンパンできるかな、ワンパンできると思ってるわ俺は。なんでこれはワンパンしていこう、属性吸収打ってワンパンって感じかな。まあ、2ターン続いてるんで、まあ、初手打ってもいいかな、まあ、初手打って2パンしてもいいのかなと思ってるですね。まあ、6色あるんだったら盤面にで、カイドウ打って安定、まあ、安定して火力出していこうって感じで、ボスバトル、ボスバトルはネプチューン、ラグラですね。ネプチューンはマジでちょっとめんどくさいかな、ちょっとめんどくさいねこれがさ、なかなかうん、めんどくさいねで、これデバフが来ると、デバフ来るんだけど、ヘスティアがさ、これデバフ溶かすことができる、攻撃力アップできるんで、まあ、5ターン、ちょっとまあ5ターン耐久してもいいと思ったけど、これカイドウがめちゃくちゃ火力出すもうなんだその火力って思うぐらい、もうすごい火力出しちゃうんで、デバフ関係ないよこれデバフ関係なしに結構削れますっていう感じだったんで、まあこれはまあ待たなくてもいいなと思った。でこれも適当に組んでるかな、うん、組んでる。で 5コンボね、6コンボでちょっとじりじり削っていく、もうここはねもうじりじり削っていくんがいいかな、安定かな。でルーレットが厄介かな、ルーレットがさ、これ 4箇所あって、なんかやらしいねやらしい位置に作ってんだけど、まあ、これでちょっとミスってます、3色しか組めなかったまあこういうこともあるんです、こういうこともあるんだけど、まあ、正直死ぬことはない、このパーティー死ぬことは全くないんで、回復できてれば。で、まあ、回復やべえなと思ったらこのヘスティアとか打ったり、まあ、ヘスティアが再度溜まってると思うし、また溜まってると思うから、まあ、ヘスティア打っていくのもありだと思ってるわ。でちょっと半分削りました。で半分削ったら毒目覚めプラス毒猛毒花火だけど、これはもうヘスティア打って回復力解いて、もう盤面も対策できるし完璧。この西洋神2、この西洋神2のこの2人はマジで強い。でまあ適当にやってるから、適当になんか適当にやってるからってすごい実況がすごい下手くそやけど、でまあこれで削れますよと。で、まあ、デバフも解けましたと、デバフもテトリスで解けました。で、まあ、あとはカイドウ打って水闇含む4色組んだら終わりですね。まあちょっとパズルが難しいかもな、これ正直パズルが結構初心者さんとか難しいかもしれないけど、まあ指延長とかいろいろ作って、まあ、駆使していこうって感じかな。でクリアできました。で報酬がなんか魔法石いっぱいもらえますよっていう報酬ですね。でこのパーティーかなり安定するかな、カイドウ使ってる時点でもう安定はもう保証されてるんだけど、まあ、全パラ5倍だし、なんでこの パーティーこの編成結構おすすめだと思ってる。まあ本当にやってみた感じ、まあ、やってみた感じは指延長がいいと思ってる、パスパスか指延長がいいなと思ってる。やっぱり
パズルがちょっと難しいな7秒パズルがちょっと難しい気がするんで、まあ、そこがストレスになっちゃう方は指延長とかパスパスがいいなと思いました。よし終わりましょう。もしよければチャンネル登録高評価お願いします。じゃあね。